この先の未来でも馬娘たちがずっと楽しく走っているといいな。機会あったら次は稲荷主催でそばパーティーでもしようか。つゆは両方用意すればええか。塩の王さんから儀式での私の写真を送ってもらったのですが少し恥ずかしいですね。